Easy A School。こんにちは。高専受験のための学習塾 YouTube チャンネル PDCA スクールと KPC の谷にでございます。今回の動画は高専という特殊な学校の高校っぽいところと大学っぽいところの紹介でございます。高専ってすっごく特殊な学校で、大学みたいでもあり高校みたいでもある、何か2つのこの教育機関が混ざったような本当に不思議な学校なんですよね。ここがまた魅力的で大好きなんですけど、今回はこの2つの要素が入り混じった高専を高校っぽいところと大学っぽいところ、これに分けてみようっていう企画ですね。なのでこちらのサムネイルの通り、高専っていう面白いね、高等教育機関だからここは大学っぽいんですけど、今みたいに大学っぽいねっていうところだったり、あ、高校、こっちは高校っぽいねみたいなところを仕分けていこうと思います。盛りだくさんなんでね、テンポよく見ていきたいと思います。それではまず最初、大学っぽいところからご紹介していきたいと思います。まずはこちら、大学っぽいところ、まず専門分野の勉強が15歳16歳から始まるというところですね。これすごいところが、大学1年生レベル、まあ、同じ内容同じテンポで高校1年生の年齢から始まる。あ、ここは大学っぽいですよね。なんだ遜色ない大学1年生とほぼ同じ内容です。あ、ここすごいところですよね。これ一つ目、大学っぽいところかなっていうふうに思いました。それでは次、高校っぽいところ、こちらです。制服、これはね、全国の高専見た時に私服の高専もあれば制服の高専もあります。で、今回は制服の高専について、まあ、言及しているということになります。1回ですね、少し 3,4 年前のデータになるので少し古いんですけど、だいたい半々ぐらいでした。制服の高専と私服の高専、私服の高専に関しては大学っぽいねっていうことです。制服の高専は、あ、高専だけど制服なんだ、まあ、ここは高校っぽいねっていう感じになりますね。で、大まかな傾向としては、西日本の方が制服が多かったです。で、東日本の方が私服が多かったです。これはやっぱり地域性が出てるんですかね。制服の高専は高校っぽいよねっていう感じですよね。制服と私服それぞれいいところありますよね。例えば制服だったらコーディネート考えなくていいし、丈夫な生地でできてますからね、怪我の防止にもなるし防寒着にもなりそう。で、私服だったらまあ楽ですよね、いつも着慣れてる服だし。で、あとおしゃれしやすいとか、まあ、いろいろ一長一短であります。じゃあ次、大学っぽいところ見てみましょう。大学っぽいところ、こちら。はい、単位制でかつ、まあ、欠点60点っていうボーダーがある。まあ、学年制って言ってもいいんですけど、まあ、単位があるってことですよね。卒業までに何単位取ってください。進級するためにはこれぐらいの単位は最低限必要ですよ。みたいな単位っていう存在が高校1年生の学年からある。で、かつ大学と同じように欠点っていう存在があって、高校だったら平均点の半分が欠点ボーダーなのが高校だったりするんですけど、高専はもう60点未満だと全て欠点という扱い。で、最終評定が60点未満になってしまうと単位が落ちてしまうということになる。で、その単位が落ちてしまうことが、まあ、ある一定ラインを越してしまうと留年だったり、そういったリスクが高まってくる。ここがちょっと怖いところなんですよね。まあ、かけられるから頑張れるっていう見方もできるんですけど、いやー、ちょっとここは高校と違って大学っぽいところなんですよ。はい、ということで次、高校っぽいところを見ていきましょう。高校っぽいところ、席が固定されているってところですね。大学通った方、もしくはまあそういうシーンを見た方ご存知だと思うんですけど、席基本的に自由ですよね。このような大学の教室ってあると思うんですけど、もう教室に来た人が自由に座りたいところに座っていく。熱心な人は前らへん、そうでもない人は真ん中で、ちょっと後ろの方がいい、内職したいな、なんか自分のことしたいなって人は後ろに行くイメージ。自由に座れるんですね、大学は。で、高専はやっぱり固定ですね。3年生4年生ぐらいまでは教室があるので自分の席っていうのが決まってます。で、中学高校みたいに席替えをしたりする。あ、ここは高校っぽいんだよねっていう感じですよね。席固定なんですよ。大学みたいに自由に座るっていうのがないです。まあ、教室によってはこういった大学にあるような教室で授業をするような科目では例外的に自由に座ってもいいよっていう場合もあるかもしれません。まあ、これはまあ例外ですね。何事も例外はつきものです。次行きましょう。大学っぽいところ、こちら。先生が先生じゃなくて教授って呼ばれる先生もいる。役職がついてるんですね。勤務年数だったりこれまでの業績だったり研究成果などなどから先生も昇級だったり昇進します。役職があるんですね。これは教授、准教授、講師、助教みたいな名前があるんですけど、そう、先生が教授ってもう大学っぽいですよね。大学と同じような肩書きが高専の先生にもついています。ここ大学っぽいですよね。はい、ということで次行きましょう。高校っぽいところ、こちらです。時間割ですね。大学生の時間割皆さん見たことあります？自分でカスタマイズできて、ある程度自分の好きな科目、興味ある科目っていうのが選択できて、時間割を見た時に、大学生の時間割を見た時にこんなびっしりじゃないんですよ。これ両方とも高専の時間割なんですけど、そう、高専びっしりなんですよ。ちょっと高専によってびっしりさが変わったりするんですけど、基本的に高校寄りの時間割です。ほとんど高専が提供する科目ってほとんど決められてますし、だと余白があまりない。例えば1時間目があって、例えば1、2時間目があって、で3時間目空いてて4時間目だよとか、この曜日は1時間目しかなくて1限だけ終わったら今日学校休みだよみたいな、大学みたいな時間割じゃないんですね。基本的にびっしり詰まって、で高専によっては週1週2で、あ、少し時間が少ない曜日があったり、ちょっとゆとりがある曜日があったりぐらいが高々なんですね、実は。なのでこの時間割のタイトさ、窮屈さ、詰め込み度っていうのは高校寄りかなっていうふうに思います。それだけ苦労する分評価が高いんですね、高専生っていうのは。ここが高校っぽいところの点ですね。大学生みたいにゆとりある時間割ではないということです。ですが5年生最終学年になるとですね、最終学年になると結構ゆとりができます。なんでかっていうと卒業研究があるからです。これに関しては別のページ、この動画の別のページで詳しくまとめます。じゃあ次行きましょう。大学っぽいところ、過去問。過去問は大学っぽいですね。過去問って何かって言いますと、定期試験の過去問なんですけど、この過去問っていうのは、例えば、一つ上の先輩、二つ上の先輩、同じ先生で同じ内容を習っていることが多いです。先生が、その、自分からして、一つ上の先輩、二つ上の先輩に対して行ったテスト、定期試験があります。それを過去問として残しているんですね。で、その過去問っていうのは、自分たちが受ける、その先生の同じ内容のテストに、非常に有効に働く場合があるんですよ。なんでかっていうと、その人が作ったんだから、傾向だったり、
癖っていうのが出るんですよ。それを参考に勉強することで点数にすごく直結するっていう場合がすごくあるんです。で、これっていうのは大学などでよく見られる勉強方法流れなんですね。高校でこのようなことなくないですか？中学校もですけど。なんでかっていうと、最大限の理由が人ですよね。授業する先生が流動的かつ入れ替わるので、過去問の意味があんまりないんですよ。学んでることは結構定式的で決まってるかもしれないんですけど、その先生って中学校高校って転勤するじゃないですか。いろんなところ。なので先生が流動的で転勤があるので、過去問残したとしてもあんまり意味ないんですよね。ですが、高専とか大学っていうのは、やっぱりどっちかというと転勤少なくて、ずっとその先生がこの科目を担当しているってことが多いんです。だから、過去問が有効活用されやすい。っていう側面があります。まあちょっと使い方良くないんですけど、最悪あんまり勉強しなくても直前で過去問ちょちょっとやれば60点70点ぐらいならサクッと取れたりするんですね。で、ここがちょっと魅力的で使っちゃうっていうのが過去問なんですね。これ大学っぽいところ、高専の側面の一つです。まあこれ使い方が重要ですね。ということで次の話いきましょう。高校っぽいところでございます。こちら担任がいるっていうところですね。大学は担任、担任の先生、ザ担任みたいな先生はいません。まあ、大学によっては担当みたいな、この代のこの学科の担当の先生みたいなのはいると思うんですけど、まあ教室があってお前らの面倒を見るからな1年みたいな先生は大学にはいらっしゃらないですよね。高校っぽいですよね。ここは高専は1年生2年生3年生4年生5年生っていうそれぞれの学年で担任の先生っていうのがつきます。イメージなんですけど、低学年の時は一般科目の先生が担任としてつくことが多いです。で、3、4、5年生高学年になればなるほど専門科目の先生が担任になることが多いと思います。これ高専によって1学年ずれてたりすると思うんですけど、基本的な傾向は同じだと思います。これは高校っぽいところですね。じゃ次行きましょう。大学っぽいところ来ましたね。卒研がある。先ほど少しお話し出しましたけど、卒業研究っていうのがありますね。5年間専門授業、専門科目の授業を受けてきて、それの集大成みたいな感じになりますね。実際に専門科目の先生の元について、で、何かテーマを決めて研究をして、で、論文にまとめて、で、発表する、実験などを通してそれをまとめて発表するっていうのが、まあ、ラスボスみたいな科目になってますね。最後のこれがですね、やっぱり高専の先生も教育者でありかつ研究者でもあるので、こういった指導ができるんですね。で、ここは大学っぽいところです。大学でいうとゼミってやつですね。ゼミっていうのを最後やって卒論だったり卒研をして、で、まあ、10単位とか8単位もらえるので、それを卒業していく。で、高専もあるよっていうところで、あ、ここは大学っぽいですね。これ必修なんでね、高専でいうとみんな経験して卒業していきます。じゃあ次行きましょう。高校っぽいところ、ね、これ僕が実際に通ってた徳山高専の僕が3年生の時のクラス写真なんですけど、やっぱクラスがあるですね。ここ高校っぽいところかなって思います。大学ってクラスってないですよね。学級があって出席番号1番から割り振られているなんてことはないです。高専は一つの例なんですけど、低学年の時は学科ぐちゃぐちゃにして混合学級を取る高専もあります。例えばいろんな人とね、関わってコミュニケーション力つけましょうっていう意図があったり、そもそもこれが好評だったりするんですね。いろんな人と仲良くできるよねってことで、1年生もしくは2年生まで混合学級を取るパターンもあります。で、3年生から5年生まで、まああれですよね、専門科目、専門学科でずっと同じメンバーで過ごすっていうパターンで、ちょっと補足なんですけど、高専によってはもう1年生からずーっと情報だったら情報学科のクラス、機械だったら機械学科のクラス、変わらないパターンもあるんですね。これ結構マンネリ化しますし、こういう関係狭まるのであんまり良くないですよね。で、5年生についてちょっと書いてますけど、研究室配属ってどういうことかと言いますと、ゼミ室研究室っていうのがあるので、高専の各地に各フロアいろんな研究室があって、でそこに配属されるので、クラスがここで解散される感じですね。それぞれの研究室に配属されて、まあ、3、4人ずつばらけるんですね。なので実質4年生までクラスがあるっていう感じになります。なのでここは高校っぽいな、でここは大学っぽいよねって感じです。はい、ということで次行きましょう。大学っぽいところ、先生の部屋、すなわち職員室がないんですね。高専には先生の部屋っていうのは研究室って呼ばれて、先生の部屋が、まあ、先生の研究室であり、一人一部屋割り振られているので、職員室っていう部屋がないんですね。こんな感じの部屋がないんです。ここは大学っぽいですよね。大学も先生の部屋がそれぞれ一部屋ずつあって、用事があればそこにコンコンって入っていくという感じになってますね。これは大学っぽいところ。じゃあ次でラストでございます。大学っぽいところをもう一つ紹介して終わろうと思います。90分授業。これきついですよ。慣れないと。これどういうことかっていうと、大学は90分授業ですし、高専も90分授業です。で、中学とか高校っていうのは45分とか50分授業なので、大体2倍になるわけです。これで集中力持たないんですよ。なので、集中しないといけないところはきちんと集中して、まあ、ここはちょっと流し聞いていいかな。教科書ちょっと見ながらでいいかな。ってところは、ちょっと流す。集中力を 80%、70% にするっていう工夫をしないと、まあ、普通にこれ映画1本分ですからね。映画1本分の授業を1日4回こなすんですよ。よく考えたらおかしな話ですよ。ね、今、ね、高専生だった時思い出しましたけど、よくやったなって思いますね。1日映画4本。しかも、その映画よりつまんないですからね。おじいちゃんとか中年のおじさんおばさんがベラベラ喋ってるだけだから、興味ある科目なら楽しいですけど、いやいや、なかなかハードですよ、これ。ということで、ここは大学っぽいですよね。っていう感じでした。はい、ということで今回ね、紹介したことは全部紹介できました。おさらいで全部見ときますか。大学っぽいところ、90分授業。大学っぽいところ、先生の部屋バラバラ、職員室ありません。高校っぽいところ、クラスがありますよ。でも5年生になったら、研究室配属されるので、クラスは実質4年生までっていう感じです。大学っぽいところ、卒業研究がある。で、高校っぽいところ、担任の先生がいる。大学っぽいところ、過去問を使うことがある。それを使うとテスト勉強がはかどる。高校っぽいところ、時間割り。大学ほどゆとりがあるわけではない。結構積み込み教育、結構きついです。大学っぽいところ、先生が教授、役職がついている。で、高校っぽいところ、席が固定。大学みたいに自由に座るっていうフリーな感じではない。で、大学っぽいところ、単位制だし、まあその欠点がある。これ落としすぎたら留年してしまう。留年のリスクが高い。ここは大学っぽいところですよね。で、高校っぽいところ、制服。で、ある高専がある場合はまあこれ高校っぽいよねっていうことです。大学っぽいところ、専門分野の勉強、若いうちからスタート。まあ、これ大学っぽいですね。っていうことで、大学っぽいところと高校っぽいところ分けました。これね、多分ね、高専のことあんまりまだ詳しくないよっていう方は、まあ、結構こう分けたらね、あ、こうやってみると分かりやすいなって思われると思うんですね。で、そう思ったので今回ちょっとまとめてみましたけど、面白いですね。あ、よく考えたらこれは高校っぽいな。よく考えたらここ大学っぽいなっていうのが入り組んでいる学校、高専ということでした。いかがだったでしょうか。まあ、こんな感じでね、高専に関する動画をバンバン上げていますので、まあ、高専受験のシーズンが近づけば近づくほど、そういった、まあ、時期によって内容を詳しく深掘ったりとか、勉強の内容にしたりとか、授業したりとかっていうのを時期に応じて変えています。ぜひとも今後ともよろしくお願いします。ということで、今回の動画終わっていきたいと思います。あなたの選択肢に
高専を。先取り学習、差別化計画パック、僕の何万時間と授業してきたノウハウを全部詰め込んでます。正直この講座を受けてしまうと、おそらく入学してきた同級生、もしかしたらね、1校への先輩、この人たちを余裕でぶち抜かす。その人たちが何百時間で勉強して手に入れる考え方、ノウハウを一気に手に入れることができます。まあ当たり前ですよね、僕が何十時間何百時間で迷ったりきつい思いしたり、これどうやって覚えればいいんだろう、これどうやって考えたら一番しっくりくるんだろうっていうのを、仕事や高専生の時たくさん考えあぐねてますから、それを整理して全部お届けしている、これがこの予習講座なんですね。で、毎年400人以上受けてます。たくさん嬉しい報告をね受けてます。学年でトップレベルのね順位取れました。中学校の時には負けてた友達にテストで勝ちました。もうクラスのみんなね、もう全員偏差値65以上、まあ、それぞれの学校で言うと、まあ、やっぱり100人中ね20番台30番台には入っている、勉強ねどちらかというと得意だよって人たちの集団の中で頑張りました。僕でもそういう報告をねたくさん受けてます。で、わかりやすいようにね、まあ、いつも通り僕がね丁寧に解説してますし、演習の教材だったり質問も受け付けて、皆さんが挫折しないようにサポートしています。ちょっとね、今自分の実力で高専に入って大丈夫かなって人、今回の動画を聞いて、いやちょっとね春休み時間があるからせっかくだしやってみようかなって人は、せっかくの機会なんでね、ぜひチャレンジしてほしいなって思います。中学までね、せっかくいい成績で続いてきたので、高専に入ってもねぜひ活躍し続けてほしいですね。皆さんには、皆さんできる子たちだと思うので、だからこそ高専に行ったらね、なかなかすごい分かりやすい授業ってガクンって減るんですよ。そこでね勉強を挫折してしまったりとか、持ってる力を出し切れなくなったりとか、勉強好きだったのに嫌いになってしまっているのを想像したくないんでね、この講座で何十時間何百時間のショートカットをして、分かる、楽しい、あ、中学校の時のあの勉強ってこういうことだったのかっていう風に、高専に入ったらね伏線回収されるようなこともたくさんあるので、ぜひ楽しんで勉強を進めていってほしいなって思います。概要欄にてお申し込み受付中です。皆様のチャレンジお待ちしております。PDCA School。Thank you for watching till the end. Please subscribe to our channel.